ね、お嬢さんがいらっしゃいますけども、はい、じゃあお名前をどうぞ。ルサーカナです。ルサーさん、本日はどちらからお越しいただきましたか？愛知県の名古屋市。ほう、今日歌っていただく曲は何でしょうか？ My Heart Will Go On。素晴らしい、ちょっと発音ちょっと何ですか My Heart Will Go On。あ、ちょっとあれ少しだけ戻っちゃいました。マイハートウィルゴーンですね。いやでも素晴らしいですね。ちょっと今発音がなんかグッときたものがありますけども、ちょっとこれは期待しちゃう感じですね。なんかこうネイティブ的ななんかこうして発音の感じがしましたけども、じゃあ頑張ってくださいね。はい、応援してますよ。頑張れ。古澤香菜です。と中学校の頃なんですけど、アメリカに住んでたことがあって、そうですね、発音とかは、まあ、ネイティブと同じぐらい発音できるようになったので、英語の歌とかすごいいつも聴いて、一緒にカラオケとか歌ってって感じで、まあ、趣味は、まあ、なんか英語洋楽聴いたりすることなんですけど、そうですね、やっぱりなんかあんまり普段なんか私 iPod とかそういうの持ってなくて、なんか絶対音感があるんですけど、絶対音感なくしちゃいそうで、あんまり歌とか聴かないんですけど、家とかではパソコン通していろいろ聴いたり、あと YouTube 使ってこの間は音楽を配信しました。なんか作詞作曲もやってて、で今多分12曲ぐらい書いたのがあるんですけど、はい、音楽とかピアノとかちっちゃい頃から習ってるんで、そういうのもいろいろと趣味としてやってます。